はい。皆さん、こんにちは。今日はチャット g p t O1 これについてお話をしていきます。先日もこの O1 を使った音楽のメロディーを作ろうという動画をアップしました。おかげさまでこの左の動画なんですけれども、まだ1日で1413回たくさんの人に見ていただきました。また、 この動画を見終わった後でもこちらの方の動画もですね概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらもよかったら見てください今日はそのメロディーを作るというものなんですがもっと便利にもっと簡単に初心者の人が難しい技術がなくても楽しんで音楽を作れるそんな角度から今日はお話をしたいと思います是非 最後まで見ていってください。もう皆さんも使ってるかもわかりませんが、ChatGPT-O1 というのが、有料ユーザーには公開されました。今から2、3日前ということですから、9月の中頃ということです。このように GPT-4-O、今までのモデルとですね、そしてここに O1 プレビューと o1 ミニというのがあります。その他のモデルもこちらから選べるようになっています。そして、選ぶのはこの o1 プレビューというのを選んでいただきます。そして、前回の動画でも話をしたんですけれども、僕は約1年前ぐらいチャット gpt が世の中に登場して、しばらくした頃にチャット gpt で音楽を作れないかというふうに考えました。 そこで村長スタイルコードという一つの企画を考えましたはいこのように今メモ帳で青く反転させているんですけれどもこういうような企画ですここでメロディーの企画というのは、はい、今反転させたような例えば先頭の C4 というのは ピアノの鍵盤で真ん中より1個オクターブ上の銅の音ですそして8というのは8分音符ということになりますこのような形でプログラム用語的には配列と言いますがこのような形式を出してもらうことによってそれを MIDI に変換するというアプリを開発したんですこののルルールというのを、 概要欄にも貼っておきますので、このルールをコピーしてもらって、そして GPT-O1 プレビューの方に戻っていただきます。そして今のものを貼り付けてください。そして送信をします。するとしばらく考えて問いをしてくれます。どんな曲を作りたいかというようなことを聞いてくれます。11秒で分析は終わったようです。ちょっと早くなってきましたね。 どのような曲を何小節、どんなキースケールで制作しますかというふうに聞いてきます。じゃあここで自分が作りたいような曲を何小節作ってほしいかというのを入れます。はい、今回はとっても簡単にジャズっぽいメロディーを16小節作ってこんなふうに言いました。もちろん皆さん著作権を侵害するような音楽は作れませんけれども ビートルズの〜何々という曲を彷彿させるようなメロディーを16小節作りたいというような形で具体的に言ってくれたらいいわけです。例えば元気そうに聞こえる曲とかそういうのも OK です。まあ、今日はこんな簡単にだけ入力して送ります。はい。そうすると、こんな風に2つに分けて回答してきました。 上側はメロディーです。先ほど説明しました。下側はコード進行です。見てください。ジャズのことを少し知っている方ならわかると思うんですけれども、セブンスコードとかディミニッシュコード、こういうようなものを多く使ってコード進行を作っています。まあ、ジャズの定番と言ったらいいでしょうか。でも、今日はサムネイルにも書きました。パート1ということで、 本当に初心者の方、いわゆる DTM とかを知らない人でも SnowAI とコラボレーションさせてとっても素敵な音楽を作ってしまおうというのがパート1です。これからパート2、パート3とかもう少し DTM のソフトなんかを使ってアレンジをしてから SnowAI に渡すとかそういう方法も 伝えていきますし、先ほど見せた最初に出した動画にも少しばかりアレンジの方法というのも解説しています。でも何して今日は超簡単ということを歌ってここからメロディーだけを抽出します。右上のメニューのコードをコピーするというのをクリックします。そしてコードがコピーされましたら僕がもう1年前に 開発したソフトなんですが GPT が出してくれた呪文のようなコードをですね MIDI に変換するソフトというのを僕は開発しましたこんな画面のソフトです無料で使っていただけますここでクリップボード貼り付けというボタンがありますのでこれを押していただきますそうするとここに貼り付きましたここに貼り付くときにはちょっとぐらい このコードの約束以外の文字、そういうのが入っていた時にもちゃんと削除してくれます。例えば、ここに、はい、鍵カ,カッコみたいなものが入ってたと仮定します。そうすると、取ってくれましたね。もう一回やってみます。はい、こんな記号が入ってしまってました。もう一回。はい、このようにですね、テキストをちゃんとした 村長スタイルコードというのに変換してくれる機能もあります。それはクリップボード貼り付けというのを下と同時にもうやってくれるんです。そしてここでセーブアズ i ディというボタンを押しまして MIDI を作ります。押しますとどこに保存しますかというのが出てきます。はい。僕はダウンロードホルダーに保存します。 通常はメロディー m i d ディという名前になるんですが僕テストでいっぱい作ってあるので今メロディーカッコ4 m、ID、i d という風に重複しないようにファイル名がなっていますここで名前を変えてくれてもいいしこのままでもいいんですが保存をしますこれで保存ができましたはい Google ではダウンロードができたらここに出てきますよね ちょょっとこれを聞いてみましょう。選択をするとメディアプレイヤーが立ち上がって聞けるようになりますはい。 このようになりましたが、今音符がトン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 という感じになってましたよね。もうちょっとユニークな音を作りたい。そんなことも要望してみてください。ここで、はい。四分音符ばかりで変化がないので、もう少しメロディックにジャズを表現して、こんな風に言ってみます。 このようにできてきました。これでコードをコピーします。そしてもう一度やりますから、更新ボタンを押します。クリップボード貼り付け。これで MIDI に保存します。今度はメロディー5になりましたね。このまま保存します。そうしましたら、これをもう一度聴いてみましょう。 先ほどとは違ってですね、音の長さにいろんなバリエーションができましたね。じゃあ、これを採用したいと思います。ここからどうするかということなんですが、便利な Web アプリがあります。はい。フリーコンバートというサイトです。その中に MIDI to WAV コンバーターというのがあるんです。これを使って MIDI から WAV に変換しましょう。はい。ここに 今できましたメロディー5というのがあります。これをこのサイトにドラッグドロップします。するとメロディー5ミディというのをワブにしましょうかという風にこうなってくれますのでここでコンバートというのを押します。そうするとしばらく考えます。そしてここでドーンという風になれば完了です。 これをまたダウンロードしましょう。はい。MIDI Go WAV という風になっていますので、これをダウンロードホルダーに保存します。そうしまして、今度は Snow AI の登場です。ログインして、そして Create ボタンというのを押すと、このような画面になると思います。ここでアップロードオーディオというのを選択します。そして、 マイデバイス、自分のパソコンだということで、マイデバイスを選択します。そして、ダウンロードホルダーを開けると、メロディー5ワブというのがありますので、これを開いてください。はい。そうすると、こんな画面に変わりますので、アップロードファイルという風にします。そうすると、SU の AI は著作権違反になっていないかなということを、ちゃんと確認をするようになります。 はい。ぐるぐる回っている間に著作権などの確認をしてくれています。画面が切り替わってサムネイルが出てきたらこれで完了です。ここでコンティニューボタンを押します。そうしますとサクセスということになりまして一番下にこの音楽ができます。聴いてみましょう。 はい。先ほどと同じような音楽ですね。当たり前です。これをアップロードしたわけですから、このようになります。そうしまして、ここでエクステンドというのを押します。すると、左の方にメロディー5がエクステンドされて、この続きから作りますよというふうに出てきます。そうしましたら、まあ、これはインストゥルメント音楽ですので、 このようにして歌のない音楽という風にします。もちろんこれに歌詞をつけて歌曲のようにしていくこともできるんですが、ここにスタイルオブミュージックという風になってますので、ここでジャズとかいう風に入れます。ジャズでも色々ありますよね。ですからここにそれらを書いてもいいわけです。もしくはカンマをして BPM を 130ぐらいとかいうような速さの指定をしたりするということもできるでしょう。そしてタイトルをつけておきましょう。GPT、ジャズ、こんな名前にしておきましょう。そしてエクステンドを押します。10秒から15秒ぐらいでスノーは作ると思います。 はい、できましたね。2つできますので上側から聞いてみましょう。 こんな感じです。最後までは聴かせませんでしたが、次の曲を聴いてみましょう。 モチーフ、もう一度聞いてみましょうほらちゃんと使われていますほれこうやって聞き比べたらおー使われているというのがわかると思いますでも、 はじめ流しただけだったら、あれ先ほどのメロディーはどこへ行ったのかなと思われた方。そんな方はもうちょっとだけ耳を鍛えてください。ごまかされてはダメです。はい。どこでどんな風にモジュールが使われているか、もちろん完全コピーではないと思います。若干 AI が考えてメロディーも直してくれたわけですけれども、こうやって聞くと、 自分が GPT と作ったメロディーが採用されているのがよくわかりますよね。ですから音楽というのはですね、操作も上手にならないといけないし、耳も鍛えて、そしてその次には音楽の勉強、DTM の勉強、そういうのをやってもらいたいと思っています。ですから今はメロディーをそのまま送りました。僕はこれでも十分だと思います。 でも最初からもう少しこうドラムも一緒につけてそのドラムの雰囲気もここに反映させたいとかいうようないくらでも今 DTM の世界というのはですねそうやって手作りで楽しみたいというその楽しみたい人の楽しみを素の AI とかはある意味奪ってしまっているわけですけれどもでも 僕なんかのように特に音楽を仕事でしている者にとってはですね今のこのジャズっぽい音楽こんな10秒や15秒で作れることはありませんこの時短ということを考えてそして自分がこだわったつもりでもそれは自分のこだわりですですから聴く人があ、いいなと思うかは全く別です 音楽の出来が高い方がたくさんの人に聴いてもらえるか。それは一概に言えないことは僕は YouTube なんとかおかげさまでもうじき1万1000人のチャンネル登録者になるというふうに YouTube も頑張ってきました。そして今は AI Music Creators Japan という仲間を集めてですね、毎日毎日その AI とか YouDIO で 作った音楽をアップロードしてるんですね。まだまだ関心がなくって100、200ぐらいしか見てくれないという曲もありますけれども何万人という人が見てくれるような注目の曲もたくさん出てきています。そして全体的には底上げしてですね、どん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 たくさんの人を 集めることができています僕は十数年 DTM をしっかりやってきたんですけど、その DTM の仲間の動画がどれぐらい見てもらえてるか。音楽は素晴らしいんですよ。でも10人とか20人とかしか見てもらえないというのもあります。これは音楽の問題ではなくて YouTube 戦略が問題なんですけれども、でも どちらにしてもですね音楽というのはもう時代が変わりつつあるんですこれには賛否両論あることは僕も重々承知ですがこういう形で音楽を楽しむというのは特にアマチュアの皆さんにはとってもいい世界が出てきたんではないかこんなふうに僕は考えていますでは今日もご視聴ありがとうございましたそしてまた これを応用した形で動画をたくさん作っていきたいと思います。僕の考えた村長スタイルコードというのがこんなところでここまで役に立ってくれたということで僕は毎日を楽しんでいます。それではご視聴ありがとうございました。またねー。